どうもつぼらです。バトルフィールド5やっていこうと思います。今回はマップ上に出てくる武器バトルピックアップの M2 火炎放射器を使って汚物消毒していこうと思います。ちなみに今持っているこの火炎放射器ピストルより性能は高くて、まずはね燃料が全然違うのよ。これ25しかないんだが確かね150ぐらい撃てるんだよね。今回はその M2 火炎放射器をオペレーションアンダーグラウンドでぶっ放していこうと思いまーす。はい、ということでやっていきましょう。でね、まずはね、バトルピックアップ武器、マップ上に出てくるため、誰よりも早く先に取らなきゃ話が進まんのよ。どうしても早い者勝ちゲーミングになってくるため、もうこれ3回目の撮影ぐらいだから、今度こそは取りたい。その気持ちをね、抱きながら B ポイントを取りに行きましょう。どうしても前線は固めておきたいからね、まずは B ポイントを取っちゃってバトルピックアップが出現するなんか下水道みたいなところがあるんよ。そこまで行こう。早いところこの水がなくなってくれればその下水道の場所行けるんやけどね。なんかサイレンが鳴るんだよ確か。アンサーニャンジトンディンアンサーみたいな、そんな音が鳴ってから取りに行こうかな。あー鳴ってるね。そうそう、これ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 、このアンサーなんたかんだなんたかランタンタンってなったら、下水道の水が抜かれてってそのバトルピックアップ出現する場所に行ける。確かね、こっち側だった気がするんだけど、大丈夫これ敵いないか。いや、敵に取られるのが一番しょうもないからね。誰よりも早く先に取りたいから、ちょっとフライング気味に行こう。で、もうそろそろね、ここの水が抜かれてって、ロードが開かれるところなんだが、あ、いいね、どんどんほら、水がちょっとなくなってきたっしょ。で、息しないとこれ死んじゃうから。でね、この下に行けんの、この下に。ただこれ潜ってって、これ大丈夫かな。ちょっとフライング気味だからさ、バグって溺れそうなんだけど。あーこれいけそうだね。でこれで右に曲がるとここに M2 火炎放射器出現の場所が発見されると。でこれ建築して、でこれでほら M2 火炎放射器ゲットと。ちなみに火炎放射器取ってもね、ガジェット4がなくなるだけでメイン武器は全然使えますよと。ただガジェット4がねスモーク弾だから蘇生とかがしにくくなるんよね。 BF 自警団視聴者とかは蘇生しなさすぎだろうって怒るかもしれんけど、それはちょっとご了承くださいと。あ、ちなみになんだけどね、 BF1 の火炎放射器兵とは全然違うからね。燃料が切れたら火炎放射器ごと切れちゃうし、炎耐性とかがないから自分にもダメージ食らうからね。普通の兵士にただ火炎放射器を乗せただけっていうね、そういう仕様になっております。お、ダメージ食らってる。いいね。あ、でもなんかさ、もう駅の前線取れちゃってるから俺の活躍なさそうこれ。あ、待って、それ蘇生してあげたいけど敵いるよな。どうしよう、煙幕ないんだよね。煙幕あるわ、煙幕炎と書いて。これでこれでいけるか蘇生。これで死んだらお前恨むわ。食らえ、これで燃やすさ。ちょ、あたた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 、ちょっと俺の目の前に立つな。味方貫通しないから自分に食らうよこれ。蘇生しちゃってこれ上側一気に燃やしに行きたいが、いや右来てる右来てる、まずい、ちょっと待って、死ぬ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 、これ普通に死ぬんだが、やべこれ終わったかも。オーケー、ギリ危ね。耐久値も別に上がるわけじゃねえからな。なあもう熱い、やめて。撃ってる俺の目の前に立つな。だから俺今回ね衛星兵持ってきてよかったよこれ。オーケー、燃えてる燃えてる燃えてる。ちょっとこうやってこれで炎の壁を焚きまくって消毒していくと。ダメージめっちゃ入ってるんだけどね。キル、あ、キルした、キルいって、キルいった、オッケーオッケー。相手も衛星兵とかで固めてたらね、ずっと回復されるからね。いや、燃えてる燃えてる燃えてる。お物は消毒だー。この火炎放射器戦術で行くんだったら、基本的には前線をこうやって抑えまくって防御、あ、おい、敵も火炎放射器使ってきたんだが。火炎放射器使いは惹かれ合う可能性がある。これスモーク来るんじゃないか、これ。あ、ダメージ食らってる、ダメージ食らってる。じゃ、炎の壁たくわ、これ。オッケーオッケー。あ、見えなくてもなんとなく打てばキル取れると。名店様のお通りだ、汚物は消毒だ。あー、ダメ、全然ダメじゃないんだよ。てかダイナマイトの方が痛いっていうね。これはね、弾薬たまに補給しないとマジでゼロになったら M2 火炎放射器なくなるんで警戒。お、いる、よし、オッケー、キル入って、さらに上も燃やしていく。なんかね、大体いるであろうところに焚きまくるからね。なんか俺だけ別ゲーやってるんだよな。ちょっと連続キル欲しい、連続キル、ちょっと攻めようか。お、いる、こいつ、待って、後ろに衛星兵がいる。これいけるか。オッケー、やれるやれる。地獄を味わえ。あ、なんか補給してる間にホムラビトの残留物が。敵も使ってるな。ちょっとラーテムしよう、ラーテム、ラーテムもやし、熱い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 。もう自分も燃えまくるんだけど、だからこういった時に衛星兵持ってきてよかったなと思ってる。もうずっと X 押しまくってる。これいけるか、いけるいける、やれる。お、スリーキル、スリーキル。ただやっぱり敵も解放先使ってきてるんだよな。惹かれ合ってるわ。ちょ、燃やし尽くそう。やばいやばいやばい、死ぬ死ぬ。お、助けてー、死にたくないよ。俺は君たちに今日貢献はできないが、ありがてえ、助かる。だからありがとうっていう言葉だけは言わせてくれ。これいるんじゃないか、この辺り。ちょ、あた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 、
俺の前に立つな。あぶ、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 耐久値高くないんよ。燃えろ。これ改札口燃やしまくるわ。これ右側地下通路やばそうじゃねえか。これ絶対いるでしょ正面。あ、いないか。じゃあ右側にもっといる。いや、いる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 、オッケー、続ける、続ける。左もいる、左も。あれ逃げたか。ダメージエフェクトでどこに敵がいるかを把握しながらそこに火炎放射器をぶっ放すっていう仕事をしてるわ。あ、いる、いる、敵も火炎放射器またいるんだけど。ちょっと俺に合わせてくんのやめてくんね。何度も燃やしまくるわ。オッケーオッケー。あ、めっちゃ入ってる、めっちゃ入ってる。ここは通しませんよ。めっちゃいるでしょ、絶対ここ。絶対いる、絶対いる、絶対いる。地獄を味わってるわ。ほら、燃えろ。炎上しろ、炎上。炎上しまえ。よかった、相手がドイツ軍で。日本兵だったら多分俺炎上してるわ。くらえ、燃え続けろ。あれ、もういない、もしかして。いいね、いいね。僕さ、敵も炎で前に出れないっしょ、これ。これが火炎放射器の正しい使い方ではないか。前線をこれでカバーしつつも敵が攻めらない状況を作るの。さすがにこの炎の中攻めてこないでしょ敵も。ただね、ダメージ量がねそこまで大きいわけではないんだよね。マジで BF5 もう少しねバトルピックアップ系統の武器増やしてほしいわ。種類を今のところ軍刀とこいつしかないからね。だから BF1 の頃あの最強とかいうサムネでさ、なんだっけ、あのペローサだっけ、ペローサが一番強かったよな。 BF1 の BF5 のバトルピックアップ武器ってそこまで強いっていうほどのものではないんだよね。ただ入り組んでる場所とかは軍刀すごい強いし、まあこうやって前線が出来上がってるところでこうやって火炎放射器ぶちかますのはまあまあ強い。まあ立ち回りによってだね。さあ駅ホームてか改札か。改札をずっとこうやって燃やし続ける。めっちゃいる、めっちゃいる。やばい、死ぬ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 。敵も遠距離系のガジェットを持ってきたね。ダイナマイトとか一発も食らったらもう死ぬんだよな。いいね、27キルストリーク取れてるわ。まあ、敵も攻めるに攻めきれないっていうところあるからね。これがね、炎の壁焚きまくるわ、また。さて、これは上に、あーでも、いや、マジか。うわー、予想以上に来てた。ちょ、もう一回取りに行こう。何度でも俺は挑戦するぞ。大丈夫かな、一回だけとかないよね。ちょ、それはさすがに泣いちゃうよ、俺。ここで一旦待機だ。いや、これさ、湧かないっけ。なんか、デバステーションの軍刀と同じシステムだっけ、これ。ん？あ、足音したな。いや、来ないか。あ、危ねえ。来てた。すげえタイミング悪かったね、今。こんなに待ってもさ、火炎放射器出てこなかったら、俺相当戦犯かましてるからね、今。一切戦闘に参加せず。まあ、ちょっとね、BF を楽しませてほしいわ、今。バトルピックアップを取るという、そういう作業を。あ、来た！オッケー！よし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 。よーし、俺が B ポイント前線をカバーしてやる。ちょっとヤバめではあるが、大丈夫、心配すんな。M2 火炎放射器。もう大丈夫だ。私が来た！で、助けて。もう死にたくない。もう待ちたくない。お願い、頼む、誰か衛星へ来て。ザニテータ、ありがてえ。この恩は絶対忘れない。俺は火炎放射器でこの前線を絶対カバーで切り抜く。燃えろ。あれ、ダメージ食らわない。もっと奥か。燃えてる燃えてる燃えてる。いっけー。オッケーオッケー、倒した倒した。よし、これで煙幕張って、ま、待って、まだいるな。オッケー、ちょっと蘇生するわ。オッケーオッケーオッケー。いいね。マジで助かった、ありがとう、本当に。オッケーオッケー、燃やした燃やした。よし、まずは B ポイントを確保だ。よし、やっとこの BC 間の改札に戻ってきた。円柱、たくは円柱。オッケー、ナイスアシスト。待ってろ、煙幕張って、そして蘇生をすると、これの繰り返し。このさ、窓枠燃やしたらまあまあダメージ入る。あと入ってる入ってる入ってる。いいね、窓枠狙うのもありだと思ってるね。あ、すまん、ダイナマイト多分誘爆したわ今。あそこ燃やそうぜ。窓。ま、あ、いいね。キルアシスト入ったわ。窓枠燃やすのありだな。あ、めっちゃいる、めっちゃいる、めっちゃいる。おい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 。ちょっと待って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 。燃える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 。おお、キル入ったキル入ったキル入った。オッケーオッケーオッケー。燃え続けろ。ピックアップ待ってた分のストレスを俺ここで解放するわ。この先行けっかな。ちょっと挑戦だよな、ここ。あんまり広いところ行っても結局周りから四方八方撃たれるだけだからね。普通にダメージ食らいまくって死ぬ。この前線もういないんだよな。ちゃんと改札は取れてるから、そろそろ C ポイント向かってもいいかもしれん。こういった前線とかで固まって俺がひたすら炎を焚くっていうプレイもいいんだが、裏取りをして連続キルを狙うっていうのもありなんじゃないでしょうか。あー、どこ行っかなー。これわかんねえな、場所が。一応人影見えたら燃やしまくるけど。あー、キルアシストナイス。むやみに突っても死ぬだけだからな俺。お、機銃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 やれるか。あ、ちょっと待って待って待って、炎上してる炎上してる。これキル入るか。あ、ダメージ持続は入ってるんだけどな、決定打になんねんだよね。ちょっと倒してくれ、ナイス。危ない、やばい、
燃やせるか。オッケー、倒した倒した倒した。直当てしたら結構入るんだけどね、その残留物のダメージが少なすぎる。お、ダメージ入ってる。さっき蘇生されてるかもしれない、これ。フラエッ、オッケー、倒した。だから待て待て、あさすがに前線行きすぎたわ。はい、ということでお疲れ様でした。いいね、 M2 火炎射撃ちゃんとしっかりと前線抑えられて。ただもう少しね、ほんともう少しだけ連続キルしたかったなーっていう悔いが残ってる。なんで今後ね、また俺オペレーションアンダーグラウンドの火炎放射器取って裏取りしまくって連続キル目指そうと思います。ということでお疲れ様でした。バイバイ。